池谷裕二は、日本の薬剤師、薬学者、脳研究者。学位は、薬学博士。東京大学大学院に薬学系研究科、教授。神経科学及び薬理学を専門とし、海馬や大脳皮質の過疎性を研究する。脳科学の知見を紹介する一般向けの著作も、執筆している。静岡県藤枝市出身。 工学的画像や電気生理学などの計測技術を用いて研究を行っている。池谷の学術論文は30代にして100を数え、米科学誌、サイエンスなどの学術誌に掲載されている。神経回路の動作原理に関する研究は、日本学士院学術奨励賞、日本学術振興会賞、文部科学大臣表彰若手科学者賞などの 学術賞を受けている。販売部数が10万部を超える書籍が9冊ある。累積部数は200万部を超え、ほとんどの著書が中国語、韓国語に翻訳出版されている。継続的に執筆活動を行う現役の科学者は、珍しく、池谷の活動スタイルは、ネオリ系と評された。サイエンスライターの森健は、特筆すべきは、池谷氏の著作については、 同じ研究者の間でも非常に評価が高いということだ。例えば今回の取材でも理科学研究所のある研究者が普段の研究活動がありながらよくあれだけの本が出せていると感心すると手放しで称えていたと述べている。一方、池谷はアウトリーチ活動やメディア露出については慎重でテレビやラジオへの出演は限定的である。株式会社 S エンタープライズに 公私登録している。新帝現代日本人名録20021アーカと日外アソシエーツ432ページ。新帝現代日本人名録20021アーカと日外アソシエーツ432ページ。池谷雄二、木村俊介、揺らぐ、脳文芸春秋、13ページ。前継書 新底現代日本人名録20021アーカと池谷雄二単純な脳複雑な私講談社講談社ブリューバックス16ページ薬剤師資格確認検索システム構成労働省新底現代日本人名録20021アーカと日外アソシエーツ432ページ博士論文書誌データベース池谷雄二木村俊介揺らぐ 脳文芸春秋、162ページ。人事異動、学内広報ナ、no. ンバーワン363、東京大学広報委員会、2007年9月14日、42ページ。池谷雄二の研究業績 http コロンスラッシュスラッシュガヤ .jp スラッシュパブリケーションスラッシュペーパーイン。htm 日本経済新聞、日経プラス1。森健、脳にいい本だけを読みなさい。 公文書、80ページ。ISBN 978から43億3497万6026。S エンタープライズ講師ナンバー5222。池谷雄二。糸石毛里。かえ新潮社。新潮文庫。236ページ。池谷雄二。受験能の作り方新潮社。新潮文庫。239ページ。池谷祐二。 脳はこんなに悩ましい新潮社250ページありがとうございます。